アキダ版は、ブラジル海軍の原則法と装交換。同系艦はない。本艦は、ブラジル海軍が、自国の沿岸警備のために、イギリスに発注した、総交艦である。ブラジルの革新の時代であったために、本艦は2度の内乱に参加し、2度目では、自国の魚雷艇の来撃で撃沈され、図らずも、主力艦に対する魚雷の威力を、全世界に知らしめてしまった艦である。 本艦の基本構造は、艦首水面下に昇格を持つ平ら館型船体に3本の搬送用マストと1本煙突を持つ装甲フリーゲートで中央部に箱型の操舵環境と煙突を配置したことにより、船体の原則館館上に23.4センチメートル、単装砲2機を収めた連装式手法等を前後に互い違いに配置しており、1機の手法が艦首から艦尾まで、 片言180度反対原則の限定された範囲に発射できた。この配置は前方及び後方には全手法を向けることができるが、片言方向には極めて限定された範囲しか向けることができなかった。関西艇は手法の爆風を避けるために、船体中央部の上部構造物上に配置され、マストの両脇に設けられた2本1組のボートダビットにより、 高所から水面に下ろされた。上部構造物は、砲塔の社会を確保するために一部が切りかかれて、反対原への方針を向けられるようになっており、上部に連絡用の橋が設けられていた。近代戦艦の基本型が完成するまで、イギリス海軍のコロッサス級やイタリア海軍、カイオディリオ級など、各国の主力艦でかなり採用されたものの、後に艦隊が単獣人を組むようになると、 前後方向より減速方向に対して全手法を向けた方が都合が良いと判明し、その後は用いられなくなった。本館の指揮官は手法等2機の弾薬庫に挟まれる形で、船体中央部の主要防御区画内部に配置されており、石炭戦勝円筒管を片隅4機ずつ並列に配置し、計8機を備え、さらにレシプロ機関を左右1機ずつ、 計2機を組み合わせた二軸推進である。最大出力は6500馬力を発生、速力15.8ノットを発揮でき、石炭を300トン搭載できた。近代化改装後の秋田版1898年にドイツで近代化改装を行った折に水に浸かった機関を新型のものに更新したため出力は7300馬力に増加し、 石炭搭載量は500トン増加した800トンとなり、10ノットで4500回里を行動できると計算された。機関のみで外洋航行が可能となったため搬送設備は撤去され、代わりに基部と頂上部に単小灯台を持ち、走行化された2段の見張り所を持つミリタリーマストが、上部構造物の前後に1機ずつ、計2機が建てられた。船体の修理後、 イギリスに開港されて、武装の近代化も行われ、主砲等の武装も、アームストロング社の新式 20.3cm 連装速射砲2機に更新され、副武装も 12cm 単装速射砲に更新され、艦首の選手郎甲板上に並列配置で棒立ての、ついた単装砲が2機と艦尾部の原則配置で、片元1機ずつで、計4機配置した。 近接戦闘用に5.7センチメートル炭素速射砲を上部構造別状に等間隔で片元4機ずつ軽8機を配置した。秋田版はイングランドで建造された。1883年6月18日寄港。1885年1月17日浸水。8月14日に砲撃試験を行った後、12月16日にイングランドを離れた。 途中リスボンとバイーアに立ち寄り、1886年1月29日にリオデジャネイロに到着した。アキダ版は1891年11月23日に始まったクストジオ・ジョゼデメロ少将が主導する反乱に参加した。1893年、アキダ版はアメリカ合衆国で国際観観式に参加した。同年、 再び、デメロが起こした海軍の反乱の期間となった。1894年4月16日、サンタガタリーナ沖に停泊していた秋田湾を一等水雷艇、グスタボサンパイオが攻撃。2本の魚雷が命中し秋田湾は着底した。この戦闘の結果、反乱は収束に向かった。また、この攻撃は史上初のブラジル軍による魚雷使用であった。 1894年に、秋田版は政府軍によって付与された。部分的に修理された後、1898年にドイツのシテッティンを呼び、イギリスのエルジックで完全な修理と改装がなされた。1906年1月21日、ジャクコンガワンに停泊中に、弾薬庫が爆発し沈没。212名の死者を出した。ありがとうございます。